けた方がいいよ、タバコ。先生に見つかったら大変だろう。けどまあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。ああ、なんだぞ。てめえ、こっちに来てやがったのか。What is this dork looking dude? どうだ、余裕ぶっこきやがって。今度は逃がさねえ。きっちり仕留めてやるよ。調子乗ってんじゃねえよ。おい、おら、なんだよこいつ、こんなのって強すぎだろ。よ、さっきの俺に詫び入れろとか慰謝料がどうのって話。え、 There's no way this... あれまだ続けるか。 いえ、それも忘れてください。じゃあこれからは仲良くしてもらおうかな。痛いさ、肩が。ちょ、八神さん。みこしばのこと全部聞かせてくれ。あいつとは仲良くしてたんだろ。みこしば先生は、その放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。三越芝は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって。そりゃあいつはどんくさいから。1年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶としめてチームがまとまった。ご立派だよ。みこしばには両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか。いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか。三越葉先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには、三越葉は優等生だったし実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか。そんな印象いい感じに言ってました。ん、なんかおかしいか。いや、沢って実習中なんかずっと三越葉先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越葉先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん、三越葉先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢から
いじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって、寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越芝をいじめの加害者だと。俺、三越芝先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、三越芝君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから。あの先生が三越芝を本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃだな。Alright, let's see. あの、沢先生、もうお帰りですか？いいえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。 Something looks lesbianish about her. I don't know. よくは知りませんけど。そうですか、どうも。Uh-oh. Uh-oh, it's Ayabi! Oh, never mind. I have to say,
He shouldn't be Ayabi. I thought he got arrested. Oh, he should have been arrested for the illegal club activities.彼らは神奈川県警です。三越馬君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ。しかし何が起きてるんですか。あなたも三越馬君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越馬君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。2ヶ月前、教育実習中に失踪していた大学生、三越馬博。無残な他殺体となって発見された彼のその人物像が、矢上の調査で徐々に浮かび上がってくる。三越馬は4年前に同級生を自殺へ追いやった罪を免れ、そのことを周囲の教師らも承知しているようだった。We already on chapter 3. This movie kind of fast, isn't it?矢上さん、ここで何してるんです？まあまあ、先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今、警察が来て、いろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越馬君のことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ？ええ、でもほら、ここじゃ何ですか。なんで早く言ってくれなかったんですか。三越馬君が事件、警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって。それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました。そんなことあなたに教える義理はないです、うん、そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは、また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてます。え？ミステリー研究会が俺をぜひ知る。理事長の了解も取れてます。俺はもう いつの間に。話は戻りますけど、警察は誰。いえ、警察。何日か前、偉人町で見つかった死体が。お気の毒です。あとは三越馬君が教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。そうですか、なるほど。三越馬君を殺した犯人ですけど、もしかして。例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えてる江原明宏。当時三越馬君はその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん、まさか。
やっぱり警察は何も話してない。どういうことです？江原さんは三越葉博の殺害に絡んでる可能性がある。2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、県警が身元を特定するよりも前に。じゃあ直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯とつながってはい。矢上さんはなんでそんなこと知ってるんですか？沢先生、情報はギブアンド。え？4年前に先生は三越葉にいじめをしてた。いえ。でも今日先生は俺に、三越葉君はいじめをするような子じゃないって、まるで正反対のことを言ってました。以前と三越葉への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越葉は今日見つかった高田さんへのいじめにも関係してたようです。なんというか人を見下しがちな。そんな。三越葉は4年前江原の息子をいじめてた。そして先生は何かその辺。嘘はなしでお願いします。敏郎君です。え？江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎君です。そうです。すみません。ま、先生、今夜9時伊勢崎ロードのプラージュってお店に行き。 Finally! We can get out of this school! I'm tired of being at the school. もしもし。あ、俺今やっと学校出たとこ。海藤さんどうしてんの？飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。つまり今日はもう働かねえってこと。なんだよ、拗ねちゃって。つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。つくもはなんかのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、それに飲んでる場合じゃないんだと。どうする？お前はこっちと合流すっか？いや、この後沢先生と待ち合わせてんだ。はあ、たぼうよ。それはいくらなんでもずるくねえか。あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう、じゃあ俺も混ぜろよ。どこに行けいい？酒入ってちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。んなこと言ってどこか仕切り込むんじゃねえだろうな。おい、タモ。This is it.
Oh, so I can finally cross through here. And like a dragon, I couldn't get past this point. Is this seriously no way I can talk? Why haven't we been able to start side cases? That's bothering me. I don't mind going through the main story, but sheesh.八神氏、ようやくご来たんで。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫、杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです？ああ、まだ説明してなかったよな。なるほど。痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ。で、その発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも。
その生徒の自殺の件ってネットに出てないか。それならすでに調べた。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく、自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？ん？何の音だ？僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。なんだって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、町で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。それでも十分すごいと思うが。使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。矢上氏には以前、つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああ、そんなのあったな。確か、ユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ。ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ、実際に見ていただきましょう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ？探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。これから評判を高め、依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこで、 Okay, I was just wondering about this. Finally, the friend request thing is about to come into play. このバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー？SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど、そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ、我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。ま、そう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。な、つくも、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので、試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速、矢上氏のスマホでも使えるよう、僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ、頼むよ。
これでよしと。どうぞ。どれどれ。ん？なんかごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ。ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序。エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む。ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むの？その AI っていうのがやってくれるの？いえ、さすがにそこまでは。 AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほら、このように